オロチョン族のシャーマンオロチョン族は、アルタイ諸語のツングース系の言葉を話す民族。主に北東アジアの港安霊山が脈周辺で、中国領内の内モンゴル自治区、その近隣のロシア領内に居住する。もともとは、猟をしながら移動していたが、現在は定住化が進んでいる。この民族の代表的な制御は、肉、内臓、地の食用、飲用や、 比較採取目的での獣の狩猟である。狩猟の対象の獣は、マールー、ワッピチのアシュマンシュアカシカ、ノロ、ハンダハンラクダジカ、ヘラジカのアシュマンシュエルクジカなどのシカルイやリス、テン、オオカミ、イノシシ、オオヤマネコ、クマなどが挙げられる。狩猟時の移動と荷物運搬の手段は、伝統的には主に馬である。シャーマニズムを進行し、白樺の樹皮を加工した。 工芸品が知られている。オロチョン族の伝統的な住居は、比較的細い白樺などの幹の柱を何本も組んで、その外部をシカ類などの毛皮で覆った、円錐形の天幕式住居だが、定住化が進んだ現在では、日常的には、近隣の漢族やロシア人と同様の住居で生活し、泊まりがけの狩猟の際に、三夜で臨時に設けるのみである。 このような天幕式住居はエベンキも伝統的に制作、使用してきた。こうした伝統文化は、ロシアではソビエト連邦時代、中国では文化大革命時には弾圧され一時と耐えていたが、ロシアではその体制崩壊により少しずつ復興されつつあり、中国では文革後はそのような伝統文化が保護、奨励されている。かつては、ロシア人や、 ダウール族の商人との交易を行い、比較と引き換えに、ロシア人や、ダウール族から鍋などの生活用品、狩猟に必要な銃、散弾のほか、種類などの嗜好品も得た。中国側のオロチョン族に対しては、満州国時代の1930年代後半に、関東軍の特務機関が工作して、軍事訓練を施し、対処情報収集の任務を与えた。 オロチョン族は、ソ連領内にも同族がおり、ロシア語と中国語に通じていたため、その種の任務に適していた。当時関東軍の特務機関は、少数民族戦部工作にアヘンを用いたとも言われており、オロチョン族の間に、麻薬中毒が広がり、戦後もしばらくの間続いたと主張する研究者もいる。北海道網走市では、オロチョンの火祭りが行われているが、 これは和人による観光行事で、かつてはアバシリ在住のウィルタや、二部府の協力を得ていたこともあるが、彼らの伝統文化を尊重した内容ではないので、時期に参加を拒否するようになった。これは、オロチョンという言葉が、北方諸民族の漠然とした故障として用いられた時期があり、その名残である。現在でも、ゴの良さから、オロチョンの呼称が用いられているが、 本校の民族に、火祭りという文化はなく、全く関係がない。また、味噌ラーメンを、唐辛子等で辛く味付けした、オロチョンラーメンというものもあるが、オロチョンの火祭りから連想された名称である。またオロチョンが、アイヌ語で、勇敢という意味であるという俗説があり、それをこのラーメンの由来と結びつけた説明も、インターネットで見られるが、アイヌ語には、オロチョンという言葉はなく、 これには根拠がない。オロチョン族の Y 戦植隊派プログループは C2 が61.3%、O2 が19.4%である。1943年25歳で満蒙開拓青少年義勇軍として満州に渡った岩間のりがシベリア抑留、中国人民解放軍入隊を経てオロチョン族に囚われた後、オロチョン族指導者となっている。 中世、かつみ、オロチョン族をアヘン付けにした日本軍、世界第674号、2000年5月。田中、良ょうーゆえに、ゲンダーヌ、ゲンダーヌ、ある北方少数民族のドラマで、詳しい経緯が説明されている。かつて産業食品から、同名のインスタントラーメンが発売されていた。ヤリー・シュエイ・トール2006、メール・デモグラフィー・イン・イーストアジア、エノース。 サウス・コントラスト・イン・ヒューマン・ポピュレーション・エクスパンション・タイムズ・アーカイブド・セプテンバー・ロック・2008・アット・ザ・ウェーバック・マシン・祖国まで、岩間・ノリの半世紀公文社、1997年1月6日。されど故郷防事がたく主婦の友社、1988年5月12日。ありがとうございます。